えーっと今日はなんか朝からいろいろあって、えー、っと先ほど「ああのー、トラウノーモンニュース」を見てたんですけども、えー、っと今日は有本さんと有本香おさんと,、えー、っと北海道の元議員の方ですよね。はただ見てるだけなんですけどもちょっとすごいあれ有本さんとどっちの人なんだろうなとかって思って。 たんですよね。というのはあの冒頭ですねあの小池都知事のことをまあかなりけなしてましてですねまあ言ってることが違うあの冒頭会あのなんだろうなった時に、えー、と都知事になる前に公約として半年 えとオリンピックの半年ぐらい前に、えー、選挙をやるとかっていうふうに言ってたとかって言ってまあ実際は、えー、と1か月前じゃないと,、えーといやいやまあ、本人が辞めてねまたかいかいあの選挙するっていうことはできないっていうのを知らなかったんだろうっていうことなんですけどもまあ要するにそういうふうにま,またこん混乱させてまああの。 豊洲の問題で混乱させてまたあのオリンピックのマラソンのことでこ混乱させてみたいな話をしてたんですよね。あのオリンピックに関してはねあれは言わなきゃダメですよ当たり前のことじゃないですか。女のねあの都知事なんだからで あの置かれたのはまあい,いわゆる言われてるようにあのボートの問題でガタガタしたからとかってうそういう話をしてるんですけどもあれだってねあの船内の話僕はもう絶対あの最後あの今回ね水あの台風の被害で多分最後にだいぶ水を流したと思うんですけども最後でやるべき で冒頭関係者もあの戸田のね協定ってっなのは家周りに家がいっぱいあるしあのそれよりも最にで新しく作った方がいいんじゃないか近いしですねあ,あそこに大学のあれもあるわけだから僕はそう思ってただからこういう下山に行ってることはあの正しいあの今後ですね あの塩水が被る塩水被ったらもっとすぐ行かれちゃいますからね大学なんてお金ないわけだからあの淡水でやるべきじゃないですかそれでなおかつ土田にそういう施設があって戸田からすぐ近い最高にね持ってくればすごいいいわけだから。 でね、論理的に間違僕はいつも論理の話をするんです論理的に間違ってないんですよ。そ,のそれも批判して「うわこれ女だな」と思ったんですよね。女性ってねもうねやっぱりねそ,そういう,こう違うような位置にある人をねなあの例えば、えー、とイデオロギーとか同じでもね攻撃したがるんですよ。で追い落としたいっていうね。ただね あのこれ一番大事なことなんですけどもあの小池さんが当然あの自民党の,あの,あの、えっと、応援いた,、まあ、いただくっていうかそういう形になると思うんですよね。ただ小池さんあの自民党自体は例えばあの小池さん嫌いだからじゃあ他のあの別な人立てるって言ったら絶対それ負けます。 負けるんで絶対小池さんにあの公明党もそうですけどもあの、ね、来年の,あの都知事選挙っていうのは絶対と小池さんを公認するはずなんですよ。で問題はその時にじゃ小池さんじゃあの自民党が小,小池さんダメだって言って他の人立ててもじゃあ勝てるかどうかって言ったら勝てません。で今問題になってるのは あの山本太郎さんがあの都知事選に出馬するんじゃないかっていうふうに言われてましてですねであの東京っていうのはじ実は常年さんじゃないんですけども世田谷自然左左翼がすごい左の人がすすごごい多いいの人多んですよまあけな <laughs> してる意味で言ってるんですけどもまあ何にも考えずに左になった人たちがすごい多いんですよ実は。 左の方がかっこいいでしょうとか左の方がすごいあの民主的でしょうとかってそういうふうに思ってるお金持ちの人たちがすごい多くてであのまあ,あの僕なんかは知らないですけども見延知事っていうのがね昔あの社会党の、えー、と人が見延知事になった時にあの社会党の見延知事になった時にすごいいろんなことがねひっくり返ってあの 日本のそののそそ行政に関しして負の遺産でですすよよねねれを残したんですよ、ね、まああの簡単に言えばた例えば朝鮮ソ連を認めてであの朝鮮学校ですよね朝鮮学校も認めたっていうねまああの認めてはいるんですけどもあのなんだろうノバとかああいう英語スクールみたいな形なんですよあの日本で認めてるっていうのはね。だからあの 補助金をもらえないんですよ。これは全然一般の人は分かってないです。あの、社会党とか共産党とかがが言ってるけども、でも実はそうなんですよ。だからもらえないんです。あの、そ,そういう風うにえっ、ー、とまあ、要,要するに。日本でもいろんなあの。なんとかスクールっていうのが。 あのね、アメリカのスクールとかなんとかスクールっていうのがあるんですけどもでもそれは国境でそういうふうに認めてないからあの補助金がもらえないただそれだけの問題なんですけども今なんかいろいろねあの騒いでるじゃないですかだからさ法律的にもらえないんだからもうしょうがないんですよそんなのは。でなおかつあのね他のところは例えば英語の,あの学校だったらあの普通に英語ただ単に英語の授業でやる とかね、フランス語だったらフランス語でイタリア語だったらイタリア語のイタリア人の学生が来てイタリア語で授業するただそれだけなんですけども、まあ、あの朝鮮学校の場合はい,いわゆるあの北朝鮮第一主義であの、ね、あの金一族万歳とかねあの天皇制ダメとかね言ってるわけだから。 まあそれはもうダメな話ですよねまあそ,そういうふうにあのね本当にね太郎さんがね受かる可能性がすっごく高いんですよ実はだからそ,それをあの考えて、えー、と有本さんって言ったのかなとかってすごい疑問なんですよねまあ女はね <laughs> まああのね、女性蔑視とかっていあの、ね、言われるかもしれないですけどもそういうとこってあるんですよね女性って。そういう,こう論理的なことをきちんと考えないで、まあ、感情的に潰すっていうか小池さん潰したらさ本当に山本太郎さんが都知事になっちゃいますと山本太郎さん都知事になったらあの見延べ都政の二の前 それ以上になる可能性がありますからね。一応そ、それだけは今のうちに僕に言っておきます <laughs>。で、えっ、ー、と、ご登録お願いします。ということで、えっ、ー、と、カットです。